ないんじゃないってぐらい。おお、食らうか。危ねえ。もう危ねえ、すげえ。ほい。登ってくなあ。あ、痛い。調子乗りすぎたんご。うん、なんかやばそう。上がれ。おっぱかばか逆逆逆。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。あー、そっち乗れなかったー。あ、なんかしてくれーと。なんかしないと意味がないんだ。俺は、なんかしてもしなくても。これは、うーん、危ねえ。失敗。乗れなくない？乗れるよ。頑張れ。こっち潜るの？補充じゃね？補充だと思う。あ、そっかそっか。こっちだから。ほらー。見えない見えない見えないってば。あ、やば。あ、完全に破壊したじゃないか。痛い痛い、やべ、死ぬ。お、移動しましたね。あれだね、なんかしないね、なかなかねえ。あ、壊した、でも尻尾ちょっとだけ。クーラードリンク、ドリンク。もう飛んでるのさ、発射しんだけどな。おー、エメクリ、クリオカ、うん、おー、痛い。意外と近くに行った方が足んないよね、あれって思う。そう、怒った怒った怒った。カモン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 、そろそろ噴火するよ。へいへい、おいで。あ、お、飛ば当たりそう。いや、当たんない。当たんない。当たってる当たってる。よしよし、当たった当たってる当たってる。いいぞ、いい調子だ、いい調子だ。いいぞ。当たったよ。ああ、あった。ダメか、微妙。届かなかった。あ、結果オーライだった気がする。なんでなんでそれ当たんないの。当たんない時ある。隙間に入るね。当たった、オッケー、ナイス。痛い、ガタム、てめえ殺す。なあ、ガタム、てめえ、てめえ、もうなんか取れた。はい、やべえ、あ、いてえ。それはどうやっても回避できない。それはちょっとね、どうしようもないやろ。ひどい。危ねえ、俺。それ使って。急速回復。弓変えてくるよ。ああ、仮中だった。いっけ、さすが。ガザブにこれ、弓変えてきました。入ってろ。勝負じゃ、ほら。俺一人ではなんとかしてみせる。よー。
乗りたいんだよね、あと1回でもいたら。やばい、BGM が切れない。BGM が切れない。ジェジェブ殺して。戻り玉を使うと。あ、いって戻り玉でいっか、うん。もう戻らないですよね。スインビンを忘れなくてないですか。あ、大丈夫、さっき補充しといた。あ、いやいやいや。いやー、ほう。あれこれは何で行くんだっけ？ブブ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 ブ、ひえー。氷？氷しか効かないです。基本は。あ、じゃあ水でもオッケー、水でもオッケー。はい、水します。帰りまーす。はい。乗り耐性高くね？乗り耐性が異常に高いと思う。架空の装備でも乗れない全然。あれじゃない、一応乗りやすくなるはずなんですけど、あれは、うん、うん、あ、やべ、中央のあれが燃えてて、やべ、近づきね、おー、怖い怖い怖い、あ、無理だ、ペンネルだなぁ、怖っ、ダメだ、やめろ、あぶね、はい、それはやばいんじゃないか、それはやばいんじゃないか、危ねえ、ジミンビン装填、うん、ダメだ、乗れねえ、寝た、あ、はい、マジマジ、危ねえ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 、お、6発か、これうまくすれば 2回目いけるな、必要ねえかもしれないけど、おいた、任しますね、おいたよ、あ、任しちゃう、はい、あ、持ってきてるよ、バカな、早く早く、あ、でも、うん、間に合わないかな、早く置いて、早く置いて、めんどくさそこに置くよ、角壊さなきゃ、この、多分まあそろそろ壊れちゃう、乗りたいね、あ、この前の片手剣の中国人が乗ってたよね、あ、おお、来た来た来た、頑張って、なんか地獄エール、これだ、ダメです、いい位置、あははー、溶鉱岩が上から出てきた、あれ、なんか死んだのかな、だ、落ちましょう、やべー、いけー、俺も大丈夫それ、あ、これやばい、うん、頑張れば、来てる、あ、ちょっと待って、あれ、溶岩の上から落ちてくるやつに殺された、なんか結構今回溶岩が落ちてくるのにすげえ、すげえいやらしいところに落ちてくるんで、マジで、あ、嘘、やばいね、やばいですね、乗るのやめて、普通に倒そう、ね、うん、おお、やべ、はい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 、いってバカ、おお、やべ、うわ、ちょっと待って、死ぬ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 、危ねえ、うわ、よう焼けましたね今、ほんとだよね、
切るんだ。ナイス切るんだ。ナイス切るんだ。ナイス。外した盛大に。あかん。あ、うそ、2回食らうのそれ。やばい、死ぬかも。やばい、死ぬかも。あべー、死ぬかった。ほぶね、ほぶね、ほぶね、ありがとう、ありがとう。ほぶね、ほぶね、やばい、やばい、時間がない、時間がない。ふとの遅いで死ぬ頃だって、まったく。あ、来た。お、来た。うん、これかった。ナイスナイスナイス。よし、乗るのはやめよう。君は乗りね、ここでやるのは多分難しいんじゃないかな。いやー、エリアの最後。まあね、ジャンプ攻撃が自発的にかけられる武器種じゃないとちょっと厳しいかも ね。それは弓のことですか。乗り上手とかだよ。まあ、弓ってさ、あれ結構なんつったの、確率低くない、他の武器のジャンプ攻撃。 よくわからない。一応かかるときは一瞬でかかっちゃうんですけどね。結構思ったより乗らない気がする。ただいや、まあ、あの当てるのが難しくて。いや、この前だってマムタルトに3回当ててる。僕、マムタルトに10回ぐらいやりましたけど1回でしたね。俺とマジか。おおって言いながらチャージステップからのあれを3、4回やってたけど1回も乗らなかった、ね、僕もやれると思って、ほら、あのね、初日ね、一人でやった時はずっとそれやってました。え、これを一人でやってたんですか。え、これを一人で、あの、乗ったら柔らかくなるって言うから一人だとね、胸当てて柔らかくするの大変なんですよ。気持ちわかんねえな。わかんないんだよ。頭おかしいからね。一度やんないほうがいいよ。やってみたほうがいいとか言えないわ。やんないほうがいいよ。時間の無駄だから。まあ、マジ多分時間の無駄だろうなってのはわかるわ。やるとしてもね、こういったところに入って、ドラで混ぜてもらうんです。15分間をね、無駄にするだけです。しかも15分いけないっていうね、14分だったもん、毎回。10回だね。10個もどこ壊す部分があるのか、これ本当わかんねえな。ほら、ボルボロスと同じですよ、俺多分あれ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 、また壊れたな。単純に吹っ走してるだけだからな。何がもらえるかな。で、あと8のなんか欲しいぞ。どこで見んのそれ。受付所。あ、消化された武器2個もらえたぞ。あ、2個もらえたぞ、本当に。はい、片手剣と太刀、弓はまだ1個しか持ってないですけど。レベル8の7です。7です。7はいらないね。7です。あー、消化された1個だね。分かるのやめない。7です。あー、6分かるね。わかんないから森口君バターね。あ、まさかの結合から来たぞ、レアド8。おお、やりましたね。ヘビーでしたけどね。レアド6ばっかです。あ、また猫の報酬金保険が出てましたよ。てか次はまだマムタルトですか。うん、マムタルトでもいいし、あ、食べてもいいな。ん？何でもいいんですけど。はい。あれはいいね。今またね、レベルチーム戻ったから。レベルチーム戻ったでしょ。うん、あの、他の人がね、柔らかくしてくれるまでを待つっていう、あの、鬼畜下道のことを。ね、作詞と、ね、言っていただきたい。作詞と言っていただきたい。鑑定武器の当たりと一覧、そんなんがあんだ。当たり武器ってなんだじゃん。ひどくない？あるよ。やっぱ出るよね。なんかそういうゲームウィズとかゲームエイトとか
ちろん。あ、レア度8、3種類しかないらしいぜ。マジ？え？あ、全体でってこと？それあれ、武器で3種ってことかな？あ、1つの武器で3種ってことですか？もうあの3種類とかって言われたら私もう2つ持ってるんですけど、もうあともうディスティネーじゃん。弓が欲しいな。違う、当たりが3種。どういうことこれ、待って。え、当たり以外はみんなである8でもゴミとか。ゴミだよ。ゴミはひどくないその言い方。最悪じゃないですかそんな。え、モンハンというね、あの苦行はこういうゲームなんだよ。探偵武器は特定クエストの探偵が必要な武器のことです。探偵すると全14武器種の武器を入手することができる時には、え、レアのことに用意されている数があり、レア8は3種類で確定って、どういうこと？レア8は3種類で確定、やっぱ武器ごとに3種類あるってことかかもしれないね。レア8って何持ってる？俺さっきはそう、ヘビーと双剣ですね。双剣だね、俺。タチと双剣とヘビーってやったらヘビーしかないってこと？マークがもらえるのは、うん、かもしれない。弓よくだせ。レア8の当たり武器、片手ランスランス弓以外はいらないかもしれないって。このやる意味ねえな。これ。やる意味ないんじゃねえか。お。で、あと7は角がつくディア系武器が火力枠としておすすめって書いてある。あ、一応あるんだね。で、あと7のあたりがね。ああ。一応ね。ただでもあれなんでしょう、あの例のこと他は弱いんでしょう。ちょっとレア度7に関してはよくわからん。レア度7って言っても見た感じだって弱いもん。どれを持ってるやつだとこれかな、684でしょ。ゴミだよ、こんなの。角がつくディア系武器が火力枠としておすすめとは書いてます。684だよ、これだって684でしょ。ダメでしょ。やっぱそういうことか、武器種に対してレア8が3種類あるってことだ。やっぱりああ、ライトボーガンは、ライトボーガンはな、あれが打てないといけないんだよ、睡眠弾が。次、どうすんの？どうします？普通のクエストやめるか？いいですよ。あのクエスト、うん、コンクエスト？普通のクエスト。じゃあちょっと俺、一回風呂入ってこようかな。はいはい。これってあれだっけ？あんまり放置すぎると出されるんだっけ？そう、出される。じゃあまあ普通にあれじゃない？いつものサークルのところに行きます。行っちゃう、移動します、ね、いいでしょ。じゃあはーい、じゃあちょっと風呂入ってくる。はーい、もうね、僕はもう入ってるんで、お風呂入ってるんで、俺も入ってるんで。さっきバーミヤン行ってきたからね。バーミヤンで風呂入ってきたの？バーミヤンで風呂入ってきたの？そっか、風呂入った。大丈夫。俺はラーメン食ってきてそのままゲームつけたから。ラーメンの中に入った。ラーメンの中。ラーメンプロとは。つけ、目玉つけ、つけだ、つけ麺だわーっつって。こってり豚骨の匂いがするって、からだから。いやー、いい匂いだなー。クレヨンしんちゃんでそんな話あってんな。ひえ。嫌な話だ。悪夢じゃないですか、そんな。このサークルから抜けて。抜けて。待ってね、なんだっけ、弓ガイラアロー氷か雷、違う、ミスと雷か。
じゃあ俺風呂入ってきますわ。はーい、じゃあ私も。はいはい。新オペの詳細がちょこちょこ公開されてますけど、よいしょ、イタリアのオペレーターのね、イタリア、イタリア今度 CG のイタリアね、今回は2人とも防衛だそうです。前回攻撃でしたからね。で、防衛で初の LMG ですって。タチャンカがいること忘れてないか。タチャンカほら、LMG っつってもね、DP って言い始めたから。今度は瀬戸目アメリ持ってるらしいです。で、オートタレットっていう自動機銃、自動じゃないんだろうな、多分、機銃置けるらしい。うん、うん。まあ、やばそうだな。ラジコン少年の攻撃置き場みたいな感じ。感じになって、ただカメラ使って撃てるようになるらしい。で、そのプレイヤーキャラはその間は無防備になっちゃうやつですね。やっぱドローン見てると同じだから。もう一個の方が分かんない、よく分かんない。で、なんだっけ MX4 だっけ、ああ、はいはい、マシンピストルもそう使えるらしい。他はよくわかんないです。あんま見てないです。前はレインボーシックスやったらあれですわ。ブリッツで窓からのブリーチ突入でバンバン殺して楽しかった。みんなに言えばいいじゃん。うん、いや戻ってきてありますけど、何が良かったって、2対3対4だったのか、3対4で僕が突入した瞬間に2人死んで、うん、1対4で勝ちましたわ。1対4からの1-1まで持ってって、でエリア確保だったんですけど、領事館の、2階だったんですよ。2階の端、あ、はい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 、で床をね敵がもう開けてたんですね。ブリッツのピカってやったやつにスモークがそのまま下に落ちていきました。バイバーイ。あ、やったぜ。1対1だ、アニキャラだな、焦っちゃうもんな。まあピカってやったからもう見えなかったそのまま床に落ちたんですけどね、うん、で落ちる瞬間に私もう一回ピカってやったんで何が起こったか分からずに、うん、スモークは一瞬下でええってなってました。そりゃそうだよね。残念だったら下なんだよお前は。そうで、まあなんだかんだで 2-2 になったんですけど、最後同じ部屋だったんですよ、また目標が。うん、同じ場所から突入したら私が作業の敵を倒し勝ちました。みんなわさわさ動いてた、私の前で屈伸してた味方が。あ、1位だった。4000超えたポイントも。やったぜ。そりゃ楽しかった。いやあれはね、うん、盾野郎と呼んでいただきたいですね。あれが楽しいけど、リロードが遅いのは許さない。まあハンドガンはまあ普通なんですけどね、まだあのゲームライフルのリロードが遅すぎる。もうちょっと頑張ったしね。保安官の弾早いのに。保安官は弾入ってるマガジン落としちゃうから、どうかしてるわ。はいやつ、ARC だっけ、 ARC のマグプルマガジン見てると、あれ弾入ってるんだけど、これ弾ほら入ってるんだけどな。高いんだよあれっつって、タクティカルリロードだよな。
溜ませてるよ。ダンプポーチ、ダンプポーチないです。プレートキャリア、まあ、あの服装によってはありますけどね。そういえばなんか COD の新作 BO4 なのかな。まだ BO 続けんの。いや知らないですけど、なんかリークであのバトルロイヤルモードも実装予定みたいな。てかキャンペーンなしでバトルロイヤルかもしれないみたいな。クソゲーじゃねえかよ。ああ、いやブームに乗りすぎでしょ君。バトルロイヤルどうす、何がしたいの。どうでもいいわもう。いや楽しいけど、まずプレステ4にフォートナイトしかないですし。だから狙ってんだろうけど、パブ G が別にいらないよ。まああの COD やってる人がね、もう COD って何のゲームかっていうのがね、元々のやつが知らないからどうでもいいんでしょうけど、楽しければいいや的な。まあまあまあそれもあれだけど、うん、私はもう楽しくないのでありませんけど、もういいかなと思って。もうね、面白くないわ。あれっつって、なんかダメだっつって。前オープンベッドやったとき、ああ、もうなんか俺ダメだこれっつって。BF の方がいいわ。BF もいいんだけど、BF じゃなくてもっとあの、なんだろう、今度 PS4 に来るインサージェンシーに来るゲームがありますけど、ああいう系がいいな。BF もカジュアルすぎてちょっと。まあね、プロジェクトリアリティとかスクワットみたいなゲームが欲しいんですけど、まあでもな、ああいうゲームってあのボイチャーがあった方がいいからな基本は。あんまりボイチャーやる人いないから。フォートナイトも最近はボイチャーいませんわ。あんまりいないんだ。うん、聞こえてくることはあるけど、ボイチャーいないし、まあ4人で行ってもなんかし、そう、大体なんか喋ってんじゃんみたいな。あったいいね。楽しいわ。ちょっと飲み物取ってきますわ。はい、どうぞどうぞ。あ、ごめん、あったわ。はい？なんですって。ちょっと持ってきてよ。そうっすか。そうっすね。そういうこともありますよね。あるね。僕は今日は夕食はあれでした。結局マックに行ってきましたわ。あ、マックしたの、うん、ばあちゃんがご飯炊いちゃったから昨日だからもう食べて。ああ、私はまあないんで。ばあちゃんことご飯べちゃべちゃにしすぎるので。ああ、まあ。あるよね。私は固めが好きです。まあそれでマックでダブルチーズバーガー2個で、どっちも倍にしてきました、パティを。あ、でもそんなのできるのか。17時以降はあのパティ倍なんですけど、ほらハンバーガーは 2個になるんですよね、2枚。ダブチーは倍で4枚になるんですよ。やったぜ。肉、超肉、うまい。超肉です。何が超高してるんですか。なるほど。ん？もうみんなはやらないのかな、ウェンボーシックスとか。フォートナイトはまあやらないだろうけど、ちょっとやりたいけど。ちょっと消してるけどな。なんで消しちゃうの？なんでやらないの？わかんない。面白い。PS4 は少ないんだよね。ちょっと。